アマチュア無線、アマチュア無線の国際運用国ごとの相互、協定加盟状況 c e p t 加盟国 EARP、加盟国 c e p t e a r p 加盟地域アメリカとカナダアマチュア無線の国際運用とは、各国間の条約、協定等により免許国以外でのアマチュア無線局の運用を可能とする制度等を用いて、外国でアマチュア無線局を運用することである。 無線局の運用の許可は各国の主権によるものであり、各国法律で厳しく定めている。例えば、日本では原則として、外国人には無線局を免許をしない。しかし、アマチュア無線についてはその性質から、他国のアマチュア無線従事者としての資格を認め、アマチュア無線局が免許される。同様の制度が諸外国にも存在し、その制度を利用して外国から、 アマチュア無線をすることが可能である。多くの国では二国間条約や相互協定によってその制度を実現しているが、台湾やパラオなどのように相互協定を結んでいなくてもその国の主幹庁の行為により外国人によるアマチュア無線局の運用を認める場合もある。日本のアマチュア無線局で許可されている周波数、モード、バンドでかつアメリカの最上級資格である。 アマチュアエクストラクラスの操作範囲で運用が可能である。この時、事前の申請や別の許可は必要なく、コールサインはアメリカの地域別のプリフィックスとを日本のコールサインの前につけたものを使用する。ただし、アメリカのアマチュア無線資格を有している場合は、日本のアマチュア無線免許をもとにした運用は認められない。 運用開始希防備の3ヶ月前までに必要書類を添えて申請する。事前に申請する。3ヶ月以内の滞在であれば許可を得る必要はなく、会、日本のコールサイン、P の形式のコールサインを使用する。事前申請、あるいは当日監督官庁の窓口で申請する。事前に必要書類を郵送して申請することで5年間有効なライセンスが発給される。 コールサインは、韓国のアマチュア局と同様の形式のコールサイン、HLZ が発給される。90日以内の滞在であれば、許可を得る必要はない。その他フィンランド、アイルランド、ペルー、インドネシアと、相互運用協定を結んでいる。日本の無線従事者免許証、無線局免許状をもとに事前に申請する。この際、申請するものは、 台湾のアマチュア無線連盟に所属しているもので、なければならない上、免許発給後も、台湾の無線従事者免許を持ったものの監督が、なければ運用してはならない、日本から自分で持ち込んだ、無線機を使用することはできないなどの条件が課される。コールサインについては従来は、BW、日本のコールサインの形式であったが近年では、エリアナンバーの部分がなくなり BW、 日本のコールサインの形式が発給される。事前に申請する。手数料の支払額に応じて、コールサインを選択することもできる。第1級アマチュア無線技師に限り、事前に、総務省からヘクを得ることで、欧州郵便電気通信主管庁会議勧告、TR61 から礼二を採択した国において、アマチュア無線技師としての資格を認められる。ただし、これは、 アマチュア無線技師としての資格を認めるもので、アマチュア無線局の免許については、各国の国内法に基づき別途得る必要がある。NASA の宇宙飛行士が ISS のアマチュア無線局内1 s s を運用しているところ公開、または航空では乗っている船、または飛行機の国籍の主管庁の免許が必要となる。また、別途船、または 飛行機のキャプテンによる許可も必要である。南極は南極条約国よりいずれの国の領土でもないとみなされているため、いずれの国のアマチュア無線の免許も認められる。ただし、各国の南極基地内では、その基地を管轄する国家の主管庁による免許が必要となる。電波法ではアマチュア衛星関係を除き、宇宙空間におけるアマチュア無線局の運用について規定がない。 デラックス・ペディションとは、アマチュア無線で遠距離通信を意味する、デラックスと英語で遠征を意味する、エクスペディションからなる造語で、アマチュア無線局がいないあるいは極端に少ない地域、島などにアマチュア無線化が行き、アマチュア無線の遠征運用をすることである。デラックス・ペディションも国際運用の一種であるが、多くの場合環境保護や政治的理由等により、一般には、 立ち入りが許可されない島、地域、政治的理由でアマチュア無線の運用を認めていない国等で行われるものであり、一般的な国際運用以上に高度な政治的交渉が必要となる。ありがとうございます。